先に。あちらのこれがいいかなっていうのはパッと見ありますか？はい、これかな、はい、すいません、はい、お待たせしました。はい、お願いします。こっちから、はい、はい、じゃあイエロードッグプロジェクトの相談会を始めていきたいと思います。担当させていただきますアバウトドッグスの佐々木と申します。よろしくお願いします。じゃあ、今日は、チワワのリュウ君ですね、今年齢が、もうすぐ1歳っていう形になりますか？わかりました。では、今回イエロードッグプロジェクトっていう形になるんですけれども、リュウ君ご様子としてはどんなところが気になっているとか、そのあたりはいかがですか？他のワンちゃんがすごい苦手で、うん、もうお散歩中でも見つけるだけで、うん、すごい声が止まない。うん、そうですね。そうしますと、そのあたりって今1歳じゃないですか、はい、もうすぐ1歳じゃないですか、最初からそうでしたか、それともなんか成長、リュウ君何ヶ月ぐらいからお家に？3ヶ月半ぐらいから、まあ、じゃあお家に迎えられて、なんかワクチンの外いつ出ようかなとかっていうところからスタートをして、でいつぐらいから最初から、パピーパーティーとかいろいろ出てて、うんうん、それなりにちゃんと仲良くできてたんですけど、うんうん、なんか6ヶ月とか7ヶ月ぐらいに なってから、うん、徐々に吠えるようになってきて、うんうん、でもうすごい今、うん、今はすごいみたいな話で、わかりました。まあ、でもね、今ワンちゃんもちょっと苦手はあると思うんですが、ただまあ今ここにいる姿もやはりちょっと緊張していて、うん、でまあ、ここに対してもどうやって慣れていこうかなと思った時に、まあ、ここがいい思いで終われれば、もちろん例えば次もし、まあ、ここじゃなくても機会があった時に、もう少しまた自分っぽくいられるっていう形に変わっていけると思うんですけど、ちょっとお話をしながら、リュウ君緊張はしているんですが、でも、もう全部受け取れませんみたいな雰囲気ではないので、そうですね、ちょっとお待ちくださいね、ちょっと動くよ。場合によっては下にちょっとこういうベッドとかも用意してあげるので、はい、怖くてブルブルブルであればもちろん抱っこに戻していただいてもいいですし、はい、でも場合によってはちょっと下にいてもいいし、ここじゃなくてもいいので、うろうろしながら、ちょっと様子を見させてあげる時間をせっかくなので、はい、トレーニングも兼ねてやってあげるようにしましょうか。もうふわっとゆっくり下ろしていただいて、でリードもゆるく持っててもらう形でいいです。で、まあ、リュック降りて、はい、いい形で確認してくれてます、はい、もし抱っこって言ってきたら今日はしてもらっちゃって大丈夫です。でこうやってクンクンしてる間はもうむしろどんどんクンクンしててもいいよっていう形を取ってあげられたらいいと思うんですけど、分かりました。じゃあちょっと本題に戻って、パピーパーティー行かれたりだとか、トレーニングもなんとなくされてますか？はい、してます。うん、それは保育園さんのパピートレーニングを通って、それとも通ってされていて、そうするとワンちゃんが結構何とかたくさん、マンツーマンマンツーマンで、はい、うん、そうですね。今ちなみにそういう時、今の悩みに対しては方向性としてはどういうふうにやっていこうかなっていう形でいらっしゃいますか？今はもうその散歩中にワンちゃんがいても避けて、うんうんうん、なるべく吠えさせないっていう形をとる。で、まあ、それで落ち着いてくれるのを、はい、もう多分見たらもうやっぱりどんなに頑張ってもうなるので、うん、もう急いで歩いてとか、あと方向転換して合わない、うんうん、まあ僕は賛成ですその形で。ただまあ結局ここにお越しいただいて、で本当はちょっとこう撮影始まる前にも、まあ、できればイベントとかも行けたら嬉しいな、で避け続けていつ行けるのかなとかっていうのもあると思いますし、なのでまあどうやって慣れていくかなんですけれども、まあ、パピーパーティーもとてももちろんおすすめでいいと思うんですが、途中から吠え始めたっていうのが結局リュウ君的にはどうしようかなって考えていて、僕今リュウ君すごいいい状態だと思うんですけど、最初ちょっと伺ってたのが、
なんか意外と大丈夫そうだぞみたいな形になってきて、少し動きが活発になってきて、ここにワンちゃんがいたら、吠えてなかったとしてもおそらくどうしようかな、ずっとこうもしいきなり飛んできたらどうしようかなとかドキドキ感が出てきて、まあここまでいわゆる普通になれないんだと思うんですよね。なのでちょっとこれは想像になるんですが、そのパピーパーティーに行って仲良く追われていれば大丈夫だったのかもしれないんですけど、その慣れよう慣れようとしていろんな子にいっぱい会って、で当然フレンドリーな子もたくさんいますし、でもなんかみんな結構推しが強いんだよなって、でそうなるとそれをちょっとやめてねって言った時に、リュウ君的にはもしかしたらちょっとやめてってそっぽを向いてみるとか、ちょっとやめてって逃げてみるとか、そのあたりも使ってみたもののやめてくれないってなると、もう最後の、手段としてちょっとワンワンって言ってみようかな、そのあたりで、なんでみたいな形で気づいてくれてやめてくれたのか、もしくはさすがにそれはって言ってそのあたりでやめさせてくれたのかっていう着地点を迎えていたとすると、それがもし10回とか20回とか続いていたとしたら、もうこれって固まっても逃げてもダメそうだから、最初から吠えようみたいな形に決めたみたいなのが割と6ヶ月ぐらいから来やすいんですよ。なので、そのイメージは今までとしてはいかがでしたか？もうあんまりなくて、なんか割とパピーパーティーの先生もこう配慮してくれた、犬の数も少なかったりして、その時は平気だったんですけど、でもちっちゃい頃からやっぱ大型犬が苦手で、大型犬が近寄ったらもう子犬、パピーの頃からこうなったりしてたので、今もパピーパーティーってたまに行かれるんですか？全然行かないです。それは、例えばパピーパーティーとかそういう場面だったら、今と同じご相談でも大丈夫っていうことも多いんですけど、パピーパーティーもダメになっちゃいましたか？パピーパーティーで最終的にその6ヶ月ぐらいに最後の方に行った時に、ビールよりも若いゲズレのパピーちゃんに、飛びかかっちゃって、でそれで私が止めたらすっごい私が構えてっていうことがあって、でトレーナーの先生に相談したら、もうパピーパーティーは卒業していいですって言われて、それで出ない。まあ卒業していいですと言われるとどうしようかなみたいな形になりますよね。慣れていく方向性を変えるとしたら、僕はそのリュウ君が誰かとっていうのはワンちゃんとというよりはワンちゃんの誰かととか、そういう形で仲良くしていくとしたら、最初ちょっと吠えていたとしても僕はおそらく散歩です。なので知ってる子っています、お散歩友達とか、1頭だけ大丈夫な子がいて、その子とは上手に遊ぶ。でそれがなんで大丈夫なのかなっていうのを考えたときに、結局その何回も見ていて、あの子って大体こういう動きをするんだろうな、マックスになったとしても大体このぐらいで止まるのが分かっていてっていうのがあるので、ある程度安心できるっていう形になると思うんですよね。まあ今下に下ろして様子を見ていただいたのは、まあそのあたりが理由で、今日はこうお話をしていて、リュウ君から見て大体もう周りの人ってなぜかずっと喋ってるだけであまり動かないんだよなっていう時間を過ごさせてあげられたので、ちょっと途中から寄ってきてくれて、僕は今嬉しいなと思いながら手を出していたんですけど、ただこれがリュウ君の何が怖いってなってるのが、僕がもしかしたらこのまま「ああかわいいね」って言っていきなりこうやってやってくるんじゃないかなっていうのを考えていたり、ある意味僕はリュウ君は正しいと思っていて、世の中の人は割とそういうふうにする人もいたりはしますし。なので僕はワンちゃんもそのあたりが同様で、ワンちゃんの方がよっぽどそのフレンドリーな子の方が苦手なはずで、なのでそうなると、先ほどのそのお散歩をしてみるのがおすすめですっていうのは、ある程度最初の吠えをちょっとその広い公園とかで場所的にもちょっと許容してくれて、で相手としてもちょっとリュウ君がワンワンってしてたとしても、フレンドリーというよりは、あちょっと吠えてるけど行こう行こうぐらいの形で収めてくれて、で
あの僕も今実はちょっと緊張してるんですけど、こう対面してこうお話をし合ってしまっているので緊張していて、なんかこれが他の作業とかを一緒にするっていう形になると、その方がおそらく緊張感ってほどけやすいんですよ。なのでこうワンちゃんいるけどどうって聞くと、これはいつも吠えて嫌がっているいますって考えてしまうので、まあ、いるけど一緒に歩いてるだけなんだよっていう方につなげられるような子、もしくは、まあ、お散歩の難しいところはじゃあそういう子がどれだけいるかみたいな形になるんですけど、すごく遠くの方の進行方向に向かって進んでいるワンちゃんの後ろにちょっとだけつけて、で最終的には出会わないでそのまま別れていくっていうのをちょっとこう不審者にならない程度にやってみるとか、先ほど僕がその保育園では大丈夫でしたかって伺ったのは、保育園も割とその知っている動きをしている子が増えてきやすくて、もしそのパピーちゃんに飛びかかっちゃったっていうのがあるかもしれないんですけど、そのパピーちゃんもいつも会ってるパピーちゃんですか？いや、新しく初めて行ったパピーちゃん、そうするとやはりその知らない子っていう形になるので、その、まあ、そういうリスクを伴うんですよね。なので、まあ、知らない子であれば知らない子だねっていう形でこう最初から入ってあげられればもう少し変化はあったのかもしれないです。そのぐらいの中で無理ない形を取ってあげられればいいのかなと思いますし、まあ、今これちょっと動画のメディアなので、逆に言うとリュウ君と仲良くなりたい子っていうのもいてくれるはずなんですよ。なのでそうなった時に、さあうちのワンちゃんはお利口だから噛まないから、大丈夫だよって言ってどんどん近づけていってしまうと、僕はその子もお利口だと思うんですけど、リュウ君との最初の第一印象のイメージはおそらく合わないので、なのでもうなんかちょっとうちの子はのんびりしていて、リュウ君がちょっとそーっと嗅ぎに行っておそらくささって帰ってきて、でももう一回行ってみようかな、でもまた帰ってみようかなみたいな形で、慣れ方っておそらくここもそうなんですけど、ホームポジションを決めた上で少し冒険して、でちょっと心のエネルギーが切れたから帰ってきて、でもチャージしたら次に行く時には50センチ前に出れたかなとか、そういうイメージの中で一緒にいてくれるような子はぜひまずリュウ君と仲良くだんだんなってもらって、その仲良くなり方もこうじゃれ合って遊ぶというよりは普通に一緒にいられる、あのドッグカフェみたいな形です、いても普通みたいな形が取れるようにしていくっていう子はぜひ協力してもらうみたいなことができたら一番いいのかなと思います。カフェとかは行けますか？行けないです。やっぱりちょっと怖さもありますし、もうすごい吠えて、攻撃的に吠えちゃうので、あとはここから先はその例えばこれがリュウ君だけの視点で言ったら、まあ、そういう形で生きていければリュウ君としてはそんなに困らないですし、ちゃんと避けてあげられれば楽しい中で生活していけるのでいいのかなと思うんですけど、とはいつもちょっと人間側のちょっとイベントも行きたいなとか一緒にお出かけするためにはそのドッグカフェって僕はワンちゃんにとってそんなに楽しい場所じゃないんですけど、でも一緒に行ってくれればその前後の時間は一緒に楽しむところにもうちょっと行けるのになとか、そういう形になっていきやすいので、まあ、ワンちゃんだけじゃなくて今も緊張して今日も緊張していたんですが、だんだんこのぐらいのスピードで慣れていくのはさすがむしろ子犬さんっていうところなんですよ。なのでドッグカフェに行くというよりはワンちゃん OK な人間用カフェに行くぐらいからスタートをしていって、まずそういう場に慣れていった上で、まあ、たまにちょっとワンちゃんいたかなとか、それで自信がついてくるようであれば、ドッグカフェもたまにちょっと行ってみようかなとか、そういう流れで行くと、リュウ君のためでもありますし、ここで僕がいやいやドッグカフェ絶対行ってみてくださいって言ったところでその人間はドキドキしてしまうので、人間の慣らしも絶対必要なはずなんですよ。なのでそういう中でやっていくのが、まあ、今回の場合だとおすすめなのかなと思います。あとはパッと見ですと抱っこがとは言いつつも止める時の抱っこが難しいとかそういうイメージになりますかね。転化が入ってきて
多分疲れちゃう。絶対無理。そういう時はちょっとどうしてますか。あのリードでこの引っ張るように触らないようにします。基本的にはそれでいいと思います。なので本当はね、それで抱っこでまとめてあげられて、もうちょっとお話の続きができれば、このままこうやったら落ち着かせてあげやすいですよとか、そういうところも出てくると思うんですけど、そこから先ってちょっと人間側の練習とかそういうのもありますし、普段、まあ、トレーニングも少しというかちゃんとされているようなので、まあ、そんなお話も出てくるのかなと思うと、人間側の技術は、まあ、今日のお話をやっている間に少しずつできることを増やしていってあげて、それでリュウ君にとってもいい形を作っていってあげられるといいのかなと思うんですけど、うん、リュウ君触らせてくれた、いいね人は割と大丈夫なんですもんね、はい、ただね、変わりました。だから、まあ、なのでちょっと今日はね、短い時間にはなりますが、はい、まずどういう場面から練習していくっていうお話ができたのでいいのかなと思います。ではこれで、イエロードッグプロジェクト相談会を、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。